まあ、ありがたいことにテレビにたくさん出させていただいてるおかげで、まあ、SNS のフォロワーがバン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 増えるんですけれども、その中でもですね、ほとんどの方が、ダイレクトメッセージ、いわゆる DM を送ってくる方がすごく多くて、で、一部にはね、応援してますとか大好きですっていうシンプルな応援メッセージの方もいるんですけど、ほとんどが、私何かついてますか、どういうのがついてますか、こういう相談があるんですかっていうお悩み相談みたいなものが来てて、で、Twitter の方ですと大体累計5000以上、まあ、メッセージが来てたんですけれども、僕もですね、お仕事もあり、まあ、またプライベートな時間もあるので、さすがにそれに全てお答えすることは無理だということで、答える人答えない人の差が出てしまうと良くないということで、ツイッターのダイレクトメッセージは基本的に返信しないようにしたんです。そうするとどうなるかというと、インスタのダイレクトメッセージが来るようになったんです。もちろん、シンプルに応援してくださってるメッセージもたくさん来るんですけれども、中にはがっつりと、なんかね、こんな話を聞いてくださいますかっていうのがあって、まあ返せるやつは返すようにしてるんですけど、やっぱり全然全部返すことはできないな、どうしようかなっていうふうに思っていたんです。で、そんな中でですね、また長文のダイレクトメッセージが来て、なんだろうなと思ってみたら、はじめまして、誰々と言います。どこどこで働いております。っていうふうに書いてあるんですね。で、その働き先っていうのが、まあテレビ局だったんです。とある。で、あ、そこで働いてるんだと思ってその先読んだら、実は先日、ハヤトモさんをお見かけしました。すごく大好きなのでお声かけしようかなと思ったんですけれども、恥ずかしくてやめてしまいました。今度見かけたら声かけてもいいですかっていう風な内容だったんで、あ、全然なんかそのね、中の人というかテレビ局内の人だからまあいいかと思って、全然いいですよとだけ返信したんです。そしたらまあありがとうございます。だから今度声かけさせていただきますねって返信が来て、まあそれに対しては特に返信もせず終わっていて、でまた収録でテレビ局に行った時に、まあそのメッセージに書いてあったテレビ局に伺った際に、ハヤトモさんと、後ろから声が聞こえて、なんて振り向いたら、まあ、知らない女性、小綺麗な若い女性がバーって小走りにやってきて、って言って、なれなれですっていう風に言われて、はいはいはい、メッセージくださった人ですねっていう風に言って、はい、そうなんですっていう風に言って、いや、本当に会えるなんて思わなかったです。いや、こちらこそありがとうございます。そうだって。ところで、私のメッセージ、なんか変だと思いませんでした?っていう風に言われたんですね。え、いや、特にそんな変な感じは。って言ったら、そうですか。失礼します。って言ってバーってどっか行っちゃったんです。声かけたいなって感じだった割には握手もしないし、そんなに話もしないし、で、違和感ありませんでしたかだけ聞いてどっか行っちゃう。変な人だなと思って、慌ててそのメッセージを見直したんですが、特に違和感がないんです。ん?と思って、よく読んで、よく読んで、文章をいくら読んでも違和感がない。どういうことだろうなと思って、途中で気づいたんですけれども、その人のアカウント、まあ、ローマ字でフルネームが書いてあったんです。まあ、あと、人の名前、名字と名前、どちらもフルネームで書いてあったんですけれども、文章で書いてある名前と、アカウントのフルネームが全く違う名前なんです。ん?これのことかと思って、どういうことなんだろう?どっちが本名なんだろうというふうに思って、中の文章に書いてある方の、名前。それでテレビ局の人にね、まあ、ある知り合いの方がいらっしゃったんで、電話して、もしもし、こういう人からメッセージが来たんですけれども、あれ、テレビ局で働かれてますよねっていうふうに言ったら、は?って言ったんですね。いや、そのテレビ局で何々さんっていう人働いてますよねって、いや、半年前に死んでるよって言われたんです。アカウントの方の名前を言ったら、知らない、とだけ言われました。そのテレビ局で働いている僕の友人の方が知らないだけで、本当はいる人なのか、その人がいたずらで送ってきたのか、もしくは、全く知らない存在の誰かが僕にだけ見える存在として現れ、たまたま声をかけてきたのか、未だにどちらが真実なのか分かっていることは、文章に書かれていた名前の人が半年前にすでに亡くなっていること、それだけでございます。